皆さんこんばんは、広瀬優です。突然ですが、男性の方に質問があります。女性からストレートにベッドインしたいって誘われたことありますか？まあ、ベッドインしたいっていうなんかあの言葉がね、ちゃんとあるんですけど、ちゃんとした言葉があるんですけど、あります？女性ってね、したいなーって思う時ってね、たまにあるんですよ。そう、例えばなんか映画とか、ドラマとか見た時にそういうシーンある時ってないですか？洋画とかは結構ありますよね。そうそうそう。でそれを見た時に、あ、したいって思うんですよ。でもあの直接言うってなるとやっぱ勇気が必要ですよね。だからなんかこう彼氏とか好きな男性にそのしたいって思った時に出す OK サインがね、いくつかあるんですよ。そちらを今日は、ご紹介します。はい、ではまず一つ目、指が綺麗とか、手が綺麗、爪が綺麗って、なんか手の一部を褒める、これはね OK サインなんですよ。そう、皆さんどうですか？言われたことあります？指綺麗とか、指長いねとか、あとはなんだ、爪が綺麗とか、手大きいねとか、そういう感じ。そう、なんかね、女性の心理としてはなんかね、触れたいっていう気持ちがあるんだそうです。なんか触れたいっていう、なんかわかんないけど、そうあるんですって。だから、それ言われた時は OK サインです。はい、で次2つ目、2つ目は、ボディタッチをしてくるです。そう、ゆうがこれね、学生の頃、高校生の時に好きな、男の子にそうボディタッチしてましたね。例えば、なんていうの、トントンってこう、トントンってソフトタッチな感じ。これギューではないですね。ギューではないですけど、なんかトントンとか、あとなんか制服ね、制服をね、こうなんか引っ張ったりだとか、あとなんだろうな、なんかそんな感じのことをしてましたね。これはなぜするのか、ボディタッチなぜしてくるのか、これはなんか相手にも意識してほしいっていう気持ちがね、隠れているんですよ、ボディタッチには。だから例えば秋から冬になるこの変わり目ってのは人肌恋しくなりません？そう、そんな時になんかね、そうボディタッチとかね、多くなりますよ。ゆうの経験上そうです。はい、で次3つ目、そうだな、お食事が終わってお店を出た後ね、飲んだ後とかね、お店を出ますよね。で女性の口からこの後どうするって言われた時そう、これは OK サインです。なぜか、女性ってね、まあなんか白黒はっきりしている性格なので、なんか行きたい場所とかなんかありますよね。そこにはね、あのちゃんと相手に伝えて、ここに行きたいって言って、まあ、行くし、すぐにね。でそのまま帰りたいって思ったらそのまま帰るし、そう、そういう性格なんですよ。でもお店を出た後にこの後はって聞かれた時、これはですね、もうゴーサインですよ。もう行っちゃっていいです。はい、そうそうそう。で次4つ目は、あ、これユーもやったことあるんですけど、お家に行きたいって言われた時、例えばあのデートする前の LINE とかメールで、そうお家に行きたいな、お家デートしたいなって言われた時とか、あとデート終わった後にお家に行きたいって言われた時とか、これはもう OK サインです。これはね、結構あからさまですよね。なんですけど女性は、そう、たまにはね、自分から、女性の方から誘いたい時もあるんですよ。だから、その時はね、もう受け取っていいです、 OK です。っていう感じで、女性ってね、ほんとさりげない性格なんですよ。それをね、汲み取ってくれる男性がね、やっぱ好きなんですよね。はい。
逆に男性がどういう時に OK サインが出るのかなって思うんですけど、それをね、今後の参考にしたいので教えてください今後の参考はい、ということで、少しでも参考になったなって思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ終わります。バイバーイ。